はい、皆さんこんにちは。酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、サントリーの、グランドライ瞬間喉刺激アルコール度数 5% の第3のビールです。これは最近新発売のやつですね。喉にグッとくる強い刺激とキレの良い後味をお楽しみくださいと。で、今日のつまみは、3個の柿の種の梅ザラメ。ちょっと食べてみよう。おかきか。甘いですね。しょっぱいんかと思ったら。ザラメ。砂糖なんかこれ。こちら、グラスなんですが、プレミアムモルツの、グラスがですね、こちら買いました。63円ぐらいで。どこで買ったかというと、あれですね。なんだっけ、ブックオフじゃなくて、オフハウス、で売ってたんで、これピルスナーグラスですね。買いました。ちょっとお気に入りです。安かった。それじゃあ、乾杯。これは、若干苦味が、ちょっと強いかな。味は薄いけど、コクがないけど、苦味はわりかし、ある、じゃあるんですけど、微妙だな、これ。確かに喉刺激は分からんでもない。分からんでもないけど、個人的にコクがある方が好きなんで、
まあ、所詮第3のビールですからね。まあ、ここがないのは、まあ、しょうがないです。うん。やっぱ第3のビールって基本的に、ね、コクがない、というのが。うん。まあ、どっちにしろ薄い、味が。うん。味が薄いですね。これは、まあ、ねえ。はっきり言うと、クリアアサヒよかまずい。てかね、最近クリアアサヒね、飲んだけどね、意外とあれうまかったんですよ。うん。最初に飲んだ時よか。あ、うまいなと。さすがアサヒだなと思いました。割とね、あれは、うん。割とコクがあるんですよ。うん。クリアアサヒはね。うん。うん。あれはね、うん。美味しい。うん。ということが、まあ、わりかし最近分かったんです。うん。まあ、でも、まあ、金麦とか。でも、クリアサヒもうまいですよ。うん。やっぱり、売れてるだけあるんだって。うん。最初俺飲んだらクソまずいなと思ったけど。うん。だいぶ改良されたみたいで。うん。第3のビールとしてはかなり美味しい部類だと思います。うん。むしろ金麦とかの方が、なんか劣化を感じる気はするね。うん。金麦とか、麦とホップとか、最初はうまかった気がするんだけどね。うん。まあ、やっぱり、品質的な意味で、ね、いかに、うまさを保持できるか、ね、値段を、まあ、値段というか品質を下げずに、もしくは、クリアアサヒのように上げて、ね、改良していく。これはあれですね。まずい。といえばまずい。まあ。でも第3のビールって言ったらこんなもんだなというのは、うん、こんなもんだな。薄い。まさにドライ。ほとんど炭酸水のような感じがしますね。これはちょっとないわ。個人的に。だってさ、香りもないんだよ。だいたい麦の香り。ほとんどしないんですよ。うん。これはちょっと、
第3のビールでも、さすがにちょっとこれは、ないですね。まずい。ほとんど、炭酸水、レベル。これはマジで、だって脂っこいものと合わせてこれで飲んでも物足りないですよ。いくらね、ドライだからって言ってね、ここまでドライだと思う。なんだかもうわからない。炭酸の刺激によって、味もほぼ感じないレベルですね。これはひどい。二つ星。ご視聴ありがとうございました。